今年も良い花をつけたな。お前の手入れの賜物か。ありがとうございます。今年は気候が良かったもので。普段にも増して庭園が美しく保たれていますね。見事です。ありがとうございます。今日という日でさえなかったなら、バラをめでながら紅茶を楽しむこともできただろうに。不愉快な奴らだ。時にクラウスの方はどうなのか。レイの借金返済の計画は無事に進んでいるのか。確かに現実性のある計画のようです。ただ計画の規模がだいぶ大きいようで、なかなか思い通りに結実しないようです。可能ならば今日の親族会議を迎える前に何とかしたかったものだな。はい、申し訳ございません。良いのか金蔵、そんなところをのんびり散歩しておって。反魔法の毒素の塊である親族どもが押しかけてくるのだぞ。鉢合わせになったらそなたの魂など一瞬で蒸発してしまうぞ。すでに死んだ身だ。蒸発もまた小気味が良いというもの。そういうわけには参りません。どうかお城宮家のためにもうしばらくお力をお貸しください。夏日、親族どもの乗った船がこちらへ向かったようだぞ。そろそろ散歩は終わりにした方がよかろうな。そうですか、ありがとう。お父様は書斎へお戻りください。やれやれ、この絶好の日和なのにな。残念だ。愚痴るな金蔵。今のそなたはわらわに生かされているだけの幽霊であろうが、そなたに毒素で消し飛ばれてはわらわも夏日も困るのでな。おとなしく書斎へ閉じこもり布団でもかぶっておれ。死してなおバラをめでる機会を与えられただけでも幸運とするほかないが、わかった、書斎へ戻ろう。だが紅茶はもらいたい。かの源氏に紅茶を届けるように伝えよう。今日はマルコポーロでももらおう。かしこまりました。では解散しよう。夏日、私抜きで見事親族会議をこなしてみせよ。もちろんです、お父様。彼らの前で名乗ることはできませんが、主人はすでに後宮家当主。私もその妻として恥ずかしくないよう微力を尽くします。朝から胃痛を起こしているクラウスに比べ、夏日はなんと落ち着いたことか。あが息子が情けない。主人にも主人の才能があります。その及ばぬところを支えてこそ私は妻なのです。うん、しっかりやれ。私は茶番の邪魔にならぬよう、おとなしく閉じこもっているとしよう。カノン、お父様を書斎までお連れしなさい。それから源氏に紅茶の手配を。肩を借りるほど猛獄しておらぬわ。ふっ、ゆっくりせん。様になっているぞ。金蔵の亡き妻にも似た貫禄があるな。万一お父様が反魔法の毒素にやられたら、魔法は瞬時に溶けてしまうのですか。うん、瞬く間だ。
わらわは姿を消せばよいが、すでに亡者の金蔵は姿を失えば、たちまちのうちに太陽の風に吹き飛ばされ、塵と消える。用心せよ。ね、分かっています。そなたには魔女の才能があるかもしれぬな。半魔法の毒素をためにためて年を重ねたが、それでもなおそなたは魔法を理解した。わらわとの出会いが幼少の頃であったなら、そなたは今頃偉大なる魔女だったかもしれぬ。私は後宮クラウスの妻で当主夫人です。名誉を守るためならば魔女にも鬼にもなりましょう。あなたの魔法の力には深く感謝します。後宮家の名誉はあなたの力なくして守れませんでした。その話は機会を改めよう。その際はぜひ女同士二人きりでのんびり紅茶を楽しみたいものだな。スリランカに行った友人がバラの香りの素敵な紅茶を送ってくれました。ほう、ディンブラか。悪くない。ならば茶受けはパティスが良いぞ。この度の親族会議が無事にごまかし通せたなら、わらわへの褒美としてそれを是非に振る舞え。約束であるぞ。わかりました。約束しましょう。では後ほど。うん、後ほどな。さてと、ここでブレイクタイムね。ここまでの展開だけど、なんか文句ある？何もないわよ。おしっこしたいならさっさと行ってくれば。ひどい言い草ね。金蔵はもう死んでるのよ。それがこうして歩き回って言葉を交わしてるじゃない。それって魔法ってことにしちゃってもいいのかしら。まあにはこんな手今更通用しないわよね。しかしあなたはどうかしら、バトラー。これっておかしいでしょ。金蔵を蘇らせた魔法の存在を認めざるを得ないんじゃない。もしそれがベアトの真似のつもりならば、不愉快だから即刻やめろ。やっぱわかる。それでほらほら、バトラーどう答えてみせるわけ。こうして金蔵がカッポしていることを、いつものゲームみたいに頭を抱えて、こんなのわけわかんねえよって泣き言聞かせてよ。そして全然ダメだぜってお約束の口癖で、お得意のとんでもでぜひ反論を聞かせてよ。死んだはずの人間が歩き回れるわけないものね。集団妄想を見せる未知のウイルス、六軒島症候群の仕業とか、六軒島だけに住む謎の蝶の鱗粉に幻覚作用があったとか、謎の秘密組織山犬が作った集団妄想を見せる未知の薬物プルプルピコピオの仕業とか、素敵なとんでもいっぱい聞かせてよ。うるさい、黙れ。こんなのは問題にもならない。それを存在するかのように振る舞っているのは、なんとかじい様の死を隠して親族会議をごまかしきろうとする夏日おばさんの嘘だからだ。へえ、夏日の嘘。嘘をつくと死者が蘇るの？それって夏日の魔法じゃないの？この世界はブラウン管を除く前の世界、開く前の猫箱の世界だ。夏日おばさんがじい様と一緒に散歩したと語り、誰にもそれが嘘であることを確認できない限り、夏日おばさんがじい様とバラ庭園を散歩したことは夏日おばさんの事実として提示できる。だからじい様が現れることができる。ブラボー、あなたベアトがいないと冷静なのね。うるさい、お前も黙れ。お待ちなさいよ、バトラー。あんたのご考察によるなら、夏日しかいない場所には金蔵が現れることは確かに可能かもしれない。夏日しかいない世界で夏日が金蔵を観測したと主張したなら、誰にも否定はできないものね。でも
あの場にはカノンが居合わせて、彼も金蔵を見てるのよ。それをどう説明する気なのよ。全く問題ないな。カノン君は後宮家に雇われてる使用人だ。夏日おばさんにじい様の死を隠すために口裏を合わせるように命令されてるはずさ。だから夏日おばさんと同じように存在しないはずのじい様を見ることができる。あいにくね、ラムダ。もうバトラはその程度の子供騙しには引っかからないのよ。そうみたいね。ま、こんなのゲーム前の前座よ。料理の前のアペリティフ。飲み屋のお通し、寿司屋の緑茶。うるせえ、青字で言い直さなきゃ先に進めねえのか。そうね、一応もらえる？くっ。じい様がすでに死んでいるにもかかわらず、何事もなかったかのようにカッポしているのは、じい様が生きていると思わせたい連中が生み出している幻想だからだ。同じ思惑を持つ人間たちは、その幻想を共有できる。そして、あたかもじい様が存在し、ついさっきまで一緒だったかのように語る。だから、さも当然のようにカッポしているんだ。よって、夏日おばさんに組みしていない人間の前に、じい様の幻想が現れることはできない。だからこそ、書斎に閉じこもって出てこないという設定が必要になるんだ。ご丁寧にも。お前のゲームの冒頭で、じい様の死を隠すために夏日おばさんが南條先生たちを言いくるめるシーンまで見せてくれたじゃねえか。今さらこんな子供騙しには引っかからねえぜ。やるじゃない、未知の薬物プルプルピコプヨとか期待してたのに。そんな妄言口にするわけもないでしょ。だってその存在を仮定することはファンタジーに屈したのと全く同じだもの。ウイルスだろうと薬物だろうと病気だろうと、未知の要素である限りノックス第4条に違反する。ん？第4条って何の話だ？ノックス第4条、未知の薬物および難解な化学装置の使用を禁ず、殺人にこれを用いてはならないという規則よ。なんだそれ。未知の薬物 X、 未知の化学装置 X は魔女と戦う上での一番の武器だろうが。それ全部正式なミステリーでは違反だから。未知のウイルス、未知の薬物、未知の病気、未知の X を仮定なんて立派なファンタジーなわけ。ご愁傷様、それがあなたの推理だったならあなたゲームオーバーよ。何を言ってやがんだ。あなたはベアトと真正面から戦ってきたつもりでいる。でもね、本当は違うのよ。真正面じゃない、ずれた角度で戦い合ってたの。あなたがしてた推理ごっこはファンタジー対ミステリーじゃない、ファンタジー対アンチファンタジーでしかないのよ。何を言ってやがるのかさっぱりわからねえぜ。だが一つだけわかることがある。俺のこれまでの戦い方にケチをつけたいらしいってことだ。私たちは魔女幻想というファンタジーを殺すために戦ってるのよ。それはつまりこの物語を正式なミステリーで解釈するということ。つまり
ミステリーの禁忌に触れる全ての要素は初めから無視して書かれということよ。無視だと？例えばこれまでのゲームで何度も密室殺人があったでしょ。ああ、あなたはベアトとその度に犯行現場で隠し扉が存在しないかどうか随分と熱心に確認していたわね。まるでそれ自体が戦いであるかのように赤き真実を織り交ぜてガキンガキンと派手に。あれ、私に言わせると時間の無駄だって。ノックス第3条で明記されてるんだもの。秘密の通路の存在を禁ず。ミステリーではね、秘密の通路はあっちゃいけないの。つまり正式なミステリーとして解釈しようとする場合、隠し扉があるのかどうかなんて論争初めからしたら負けなのよ。だってないんだから。存在するかもしれないと疑う時点でもうゲームオーバー。つまり犯行現場に隠し扉が存在しないことが証明されてないから推理できないなんて。甘ったれたあなたはミステリー失格。その時点でゲームオーバー。ミステリーで解釈する戦いをしてるつもりだったんでしょ。ならミステリーのお約束にちゃんと従わなきゃ。うん、そういうことよ。全ての犯行現場には隠し扉が存在してはならないの。お前が言ってるのはあれだろ、どこかで聞いたな、推理小説の条件10箇条みたいなやつだったか。ええ、そうよ。希代の魔女狩り大司教ノックスが振りかざす魔女をうがつ10本の鎖よ。それこそが魔女幻想というファンタジーと真正面から戦い打ち破るための正しい武器。さすがベルンね。厄介な武器を持ち込むこと、ファンタジーの大敵だわ。へえ、犯行現場を調べもせずに隠し扉の存在を初めから否定できるなんて、俺にはそれこそファンタジーだぜ。魔女側を受け持つラムダはファンタジー、それと戦う私はミステリー。あなたはただファンタジーを否定して交わし続けるのがやっとのアンチファンタジー。何から何まで反対だけど対案は一つも出せない。あなたどっかの国の政治家みたいね。うるせえぞ。お前たちとわけのわからねえ話をするためにここに戻ってきたんじゃねえ。さっさと話を続けろ。静かになさいよ。あんたの後ろの眠り姫が辛そうよ。ベアート、どうしたんだ？大丈夫か？大丈夫かって、あんたおかしなこと言うのね。その子を殺すためにあんたは戦ってるんでしょうが。あんたに合わせて第5のゲームを改装しているけれど、ゲームは今ベルンがかなり追い込んでいて、魔女幻想を打ち破ろうとしているの。その存在が否定されかかってるんだもの。苦しむのは当然だわ。あなただって今金像が存在するわけがないと魔女幻想を打ち破ったわ。あなたの攻撃がベアトに通った証拠よ。彼女のその苦悶を。